こんにちは。今日は日産リーフのインバーターを分解します。リーフは日産から発売されている電気自動車です。今日分解するのは現行より一世代前のリーフのインバーターです。2010年から2017年の間に発売されていた車体に搭載されていたものになります。まず外観から見ていきます。ボンネットを開けた時にここがちょうど見えるところになっていますので、まあ当然ですがこういうところにエンブレムを貼りますよね。ちなみに以前プリウスのインバーターを分解した時はこういったエンブレムとか特に貼っていませんでしたね。まあ、そういった部分と比べると、まあ、日産は少しおしゃれな感じがします。インバーターの本体側面はこのようになっています。緑色の部分からは電気系の端子が出ています。この部分に制御用の電気信号を入力します。そうするとこちらのインバーター本体を制御することができます。エンジン自動車の場合は ECU から来ている制御用の信号をこの部分につなぐみたいな、まあ、そういったイメージですね。まあ、ただ電気自動車の場合は、まあ、ECU のことは何ていうのか分かりませんけども、まあ、とりあえず ECU から来た信号をこの部分に接続する、まあ、そういったイメージです。こことここの部分に黄色のキャップがかかっていますが、これは冷却水が出入りする場所です。エンジンの自動車の場合はエンジンが発熱します。それと同じように電気自動車の場合はこちらのインバーターとモーターが発熱します。特にこちらのインバーターについては半導体がたくさん使われています。その半導体をしっかりと冷やすためにもこういった水冷方式が取られています。ちなみに本体の裏面はこのようになっています。本体裏面のこちらの部分についてはウォータージャケットのようになっています。ボルトで止まっているのでボルトを外せば開くようになっています。後で分解した時にもこちらの中身を確認してみます。電気自動車の場合バッテリーから来ている直流電圧をモーターを回すために交流電圧に直す必要があります。その役割をこちらのインバーターが担っています。こちらの部分ですね、見てください。穴が開いています。ちょうどこの穴の開いているところにバッテリーから来ている配線が入ります。1世代目のリーフについてはバッテリーの電圧が 360V 程度だったと記憶しています。なのでこの部分に 360V の電圧が入っていきます。中身を見てみるとバッテリーから来ている配線を取り付けるためのネジ穴が開いています。バッテリーは直流です。なので端子はプラスとマイナスの2つしかありません。交流電圧が出てくる端子はこちら本体下側にあります。こちらの部分です。モーターは3層交流電圧を加えることで回ります。なのでインバーターの出力端子は3つあります。それぞれ3層分の線がこちらから出ています。あとはこちらの部分です。この部分からなんかホースが出ているんですけど、この役目についてはよく分かりませんでした。ちなみに言い忘れていましたがインバーターは日本製です。外観はこんな感じです。分解して中身を見ていきます。以前3代目プリウスのインバーターを分解したことがあります。3代目プリウスは2009年から2015年の間に発売されていました。今回分解しているリーフのインバーターと1年違いです。なので中身に使われている技術であったり部品なんかは結構似たり寄ったりではないかと開ける前から想像しています。余談になりますが分解の手順はリーフの方が簡単でした。こんな感じでいろいろボルトを外していくと蓋を開けることができます。取り外した蓋には防水のガスケットが取り付けられていました。ガスケットは中身が金属でそこにゴムを表面に塗ったそういったタイプのものでした。まず蓋を開けると一番最初に見えるのがこちらの制御基板です。制御基板にいろいろケーブルがつながっています。この部分分かりますか？結構大きいフェライトコアが取り付けられています。ノイズ対策でしょうか。こちらの制御基板の上に IC が一つだけ乗っています。アクセルとブレーキの踏み具合、あとはモーターの回転数であったりモーターに流れている電流、そういった信号をこの IC に入力します。でその情報をもとにモーターをどういうふうに制御するかというのを決めています。まあ、それがこの IC の役割です。この IC の表面に型番が書いてあるんですけど、それからメーカーを調べることができました。ルネサス製の制御用 IC です。こういった電気自動車やハイブリッド車の組み込みには
ルネサス製の IC がよく使われています。この制御回路の規模感なんですけども、かなり小さいです。制御基板だけ取り外しました。こちらがリーフの制御基板です。左側に置いてあるのが3代目プリウスの制御基板です。今回分解したリーフより1年前に発売されたものになります。プリウスはハイブリッド車なので、リーフとは単純な比較はできません。それでも電気自動車の制御基板はこれだけ小さくなっています。基板の上に乗っている IC はプリウスの場合は 1,2,3 で、裏面に2つあります。合計5個です。リーフの場合は表面にメインの制御 IC が乗っていて、裏面にモーターの回転数とかを測るエンコーダーの IC が載っています。なので合計3つの IC があります。それだけ電気自動車は制御が簡単にできるといったことでしょうか。プリウスの場合はモーターが2つ載っているので、それぞれ制御 IC が必要だというのもあります。なので単純な比較はできません。さらに分解していきます。こんな感じで黒い大きい部品が取れました。取り外しました。この黒い弁当箱みたいな部品、これはフィルムキャパシタです。裏面にスペックが書いてあります。パナソニック製のフィルムキャパシタです。低角電圧は直流の 600V、 キャパシタは2つ並列になっているようです。それぞれ 1186.5 マイクロファラードと 1.13 マイクロファラードです。こちらのフィルムキャパシタは日本製です。このフィルムキャパシタはペアの端子が3つあります。でそれぞれがフィルムキャパシタになっています。でこの端子については 387.8 マイクロファラド、こちらについては387、こちらについては389マイクロファラドです。なので3つ合計して1150マイクロファラドということになりますね。フィルムキャパシタのこの部分から線が出ていますが、これは多分温度センサです。キャパシタも電流が流れると発熱するので、その温度を検出するためのものです。3代目プリウスのインバーターを用意しましたが、こちらにもフィルムキャパシタが使われています。蓋がこういうふうに開くのですが、この裏側にフィルムキャパシタがついています。3代目プリウスのフィルムキャパシタはこんなサイズ感になっています。リーフの方と似ていて、弁当箱サイズっていった感じですね。プリウスに使われているフィルムキャパシタもパナソニック製です。フィルムキャパシタを置いてある台もこういうふうに取り外せます。ここにバッテリーが接続されます。でここに端子が6個出ていますが、この部分にフィルムキャパシタが接続されます。バッテリーの端子とここの端子はつながっています。この樹脂の中をうまいことくぐらせて接続しているようです。下にも端子が出ていますが、これはパワー半導体モジュールに接続されます。回路基板で隠れてしまっていますが、この下のところにパワー半導体モジュールがそれぞれ3つついています。この部分のハンダ付けを取り外さないとパワー半導体モジュールと分離させることはできません。全部で6箇所ハンダ付けされています。ハンダ付けを取り外すのはどうしても難しかったので、ヒートガンで基板全体を加熱して取り外すことにしました。最初にハンダを足して融点を下げます。融点を下げたことによってヒートガンで加熱して取り外しやすくしました。こちらの黒い部品がパワー半導体モジュールです。それぞれが U 層、V 層、W 層に対応しています。こちらのパワー半導体モジュールを開けると、中にさらにパワー半導体が見えます。おそらく IGBT か何か、そういったパワー半導体が使われています。パワー半導体モジュールの上に乗っていた回路はパワー半導体を駆動するための回路です。リーフが取っている構造と3代目プリウスが取っている構造は実は結構似ています。これは3代目プリウスのパワー半導体モジュールと、そのモジュールを駆動するための回路です。プリウスの場合も上に回路が乗っていて、その下にパワー半導体モジュールがあります。こちらもハンダ付けされていて、このハンダ付けを取り外さない限り分割することはできません。ただこの場合、足の部分に直接アクセスすることができたので、足の部分を切ることによってモジュールと回路を分割しました。こちらのモジュールも取り外します。
モジュールを取り外した部分には白いシートが貼ってありました。一応熱伝導グリスみたいのもついています。こちらのシートは熱伝導プラス、絶縁の役割があります。こういうふうに、剥がすこともできます。こちらの面についても熱伝導性を高めるために熱伝導グリスが塗ってあります。白色のものですね。モジュールが貼り付いていた面のすぐ下側ですね、こちらのインバータ本体の裏側にウォータージャケットが来る、そういった構造になっています。これによってパワー半導体で発生する熱を効率よく逃がす、そういった構造になっています。これは取り外したモジュールです。この部分に3つ端子がありますが、この部分はモーターに接続されます。こちらの樹脂のパーツの中に金属導体が通っていて、その金属導体はモジュールにそれぞれ接続されます。導体が通っている部品があります。これは電流センサーです。3つあります。これはモーターに流れる電流を検出するものです。この電流センサーは電気自動車には 100% ついています。これはモジュール単体です。結構ずっしりしていて重いです。裏面は金属になっていて熱を効率よく逃がせるようになっています。ちなみにモジュールのこの部分、蓋になっています。開けます。これがパワー半導体モジュールの中身です。この半導体部分を覆っているゼリーみたいのがあるんですけど、これは封止剤と言います。半導体の表面が結露してしまったり、あとはゴミがついたりしないようにする役割があります。この半導体の表面を見てみるとワイヤーがたくさん飛んでいます。これはボンディングワイヤーです。ここに電流が流れます。2011年頃のパワー半導体モジュールなので、おそらくシリコン IGBT が使われています。上にある3つが IGBT、 下にある3つがダイオードです。これは見ればわかりますね。IGBT とダイオードは3並列になっています。半導体を並列にする理由ですが、これは信頼性向上です。あと流せる電流を増やすっていうのもあると思います。多分1個か2個でも十分なんですけど、それプラス1個することで信頼性を高める、そういったことをやっています。自動車は信頼性が大事なんで、はい。この年代のものは半導体がこういうふうに箱の中に収まっているものが多いです。もう少し年代が進んでくると、こういうふうなタイプの半導体を使ってくることもあります。これは4代目プリウスに使われているパワー半導体です。表面の金属がむき出しになっていますが、これを両方から挟ん でそこに冷却水を流して冷却する、そういった構成をとっています。ウォータージャケットの部分を開けてみます。ちなみに中身はこんな感じで、もうすっかり空っぽです。言うのを忘れていましたが、2011年の12月に製造されたものです。こちらがウォータージャケットです。表面積を稼いで熱を効率よく逃がすためだと思うのですが、溝があります。これだけ表面積が多くて、でしかも経路が長いので、この入り口の部分と出口の部分でだいぶ温度差もあるだろうなっていうふうに思いますね。例えばこの部分を冷却水の入り口だとすると、入り口付近では冷却水の温度は低いです。なので半導体もよく冷やされます。冷却水がずっとこの中を通っていって、で出口付近に近づくと冷却水の温度は当然上がります。出口付近の冷却水の温度は高くなっていますから、当然そこに配置されているパワー半導体の温度も高くなります。こちらの温度が低くて、こちらの温度が高いと、当然半導体の劣化具合にもばらつきが生じます。この部分の劣化がちょっとだけ早くなる、そんな感じですね。リーフのインバーターを分解した感想ですが、思ったよりもシンプルにできてるなというのが感想です。で主要な構成部品はこの本体の箱とパワー半導体モジュール、こちらに制御基板2枚と、あとはフィルムキャパシタ、それだけです。でこの箱の中に入っていたのは本当にモーターを回すためだけに使われる部品です。
例えば車内で使う 12V の電圧を作るためにコンバーターがあるのですが、それはまた別のところにあります。この中に入っていないわけですね。それがこのインバーターをシンプルにできた理由です。例えばプリウスなんかはこの箱の中で全部やってしまっています。全部って何かというと、インバーターとバッテリーの小圧と、あとは車内で使う 12V の電圧を作ることです。それを全部一つの箱の中でやっているので、分解した時の感想としては結構複雑にできてるなっていうふうに思いました。というわけで最後までお付き合いいただきありがとうございます。